どうもなべです。昨日じゃない、昨日か6月10日と11日に開催されたスクフェス行ってきたんですけど、そこでね、買って商品の中でね、ちっちゃい色紙みたいのがあったんですね。それを買ったんで、今回はそれをちょっとね、開けていきたいと思います。これね、2つだけ種類が違うんですけど、こっちがね、トレーディングミニ色紙っていうね、一応3種類買ってきたんですけど、全部で12種類入ってますね。表こんな感じで、裏にはこんなの、こういう風に入ってるよって感じだね。これと、で、これが1個しかなかったんですけど、これね、こっちがね、ミニ色紙ボリューム3っていうやつだね。よい、同じように裏にはこんな感じで入ってる。ということで開けていこう。じゃあまずこっちの、ボリューム1かな、これ多分。これからいこう。誰が出るか分かんないからね。いきます。せーの、ドン！あれ？せーの、ドン！お！花代ちゃんですね。裏に載ってないやつだ。花代が出ました。結構でも作りはいい感じですね。ほら。ちっちゃいけど、でも。硬くできてる、髪が。1枚目は花代ちゃんでした。じゃあどんどんいくよ。よし、いきます。せーの、ドン。お、小鳥ちゃんだね。小鳥ちゃんが出ました。これは裏に載ってるやつだね。小鳥ちゃんが出ました。これレアとかあるのかな。キラキラと光ってるやつがあるのかな。とりあえず小鳥ちゃんです。じゃあもう最後、ドン。お、これは、お、よかった、ダブらなかった。これ1年生だね。花よドリンとマキが乗ってる。1年生が3人いるやつだね。これも裏に乗ってるね。2年生3年生バージョンもあるけど、今回1年生だったね。 OK です、ダブらなくてよかった。いつ開封して当たったのが、花よと小鳥と1年生組ですね。はい、じゃあ次、1枚しかないんだけど、誰が出るかな。レアとかあったら欲しいな。レアとかピンピカに光ったやつ買ったら欲しい。多分、ちなみに僕こういうのあるって知らなかったんですよ。これ色紙みたいな、ポスターとかは知ってたんですけど、こういう色紙あるの知らなくて、ボリューム3まで出てたんだね。全然知らなかった。じゃあいきます。せーの、ドン。お、リンちゃんが出ましたね。光ってはないな。これレアとかないのかな。普通にこういう普通の色紙みたいな感じか。ということで、リンちゃんが出ました。はい、ということで合計4枚ですね。出たのが合計4枚で、ダブルなのがこんな感じですね。 OK です。こういう色紙あるのは、買いに行ってね、初めて見たんですけど、ちょっと欲しくなってきちゃったな。全部で12種類だから、もしかしたら中には光ってるのがあるのかな、レアみたいなのがあるってことを信じたいな。もしまた見かけたら売ってるかな、多分。もしまた見かけたらね、買っていきたいと思います。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ。